自民党派閥の裏金事件をめぐり、安倍派の高橋晴美参議院議員が派閥からキックバックを受け、収支報告書に記載していなかったことを認めました。私、高橋晴美事務所において、やはり派閥のパーティー券の販売について、一定の目標を設定されたもの以上に我々が集めたものについて還付を受けた、この事実はございます。しかしながら今日午後、記者団にこう答えた自民党安倍派所属の高橋晴美参議院議員。派閥の政治資金パーティーをめぐるキックバックを受け、収支報告書に記載していなかったことを認めました。高橋議員側は、キックバックを受けた金額については最終確認中で、来週以降正式な報告と収支報告書の訂正を行うとしています。高橋氏は、裏金事件を受け、自民党が設置した政治刷新本部のメンバーですが、辞めることはせず、続ける意向を示しています。